どうもヌヌです。ソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師続きを遊んでいきたいと思います。あれ誰だろう。はーい、レオンさん。ねえソフィー、一緒に散歩に行かない？あ、はい、いいですよ、行きましょう。あなた、夢ってある？はい、おばあちゃんみたいな錬金術師になってたくさんの人を助けたいって思ってます。あなたらしい素敵な夢ね。実は、私にも夢があったのよ。レオンさんの夢、聞かせてもらってもいいですか？ええ、私の夢はね、国で一番の仕立て師になることだったの。へえ、それじゃあレオンさんって夢を叶えたんですね。すごいです。そのはずだったんだけどね。え、どういうことですか？必死に努力してやっと品評会で優勝して国で一番の仕立て師になれた。夢を叶えることができた。でもね、そこには何もなかったの。夢を叶えてもちっとも満たされなかった。それでね、思っちゃったのよ。私の夢って何だったんだろうって。今まで何のために頑張ってきたんだろうって考えてたら、全部に嫌気がさしてきてね。アメリアっていう名前と立場を捨てて旅に出たの。そうだったんですね。ソフィー、あなたの夢を否定するつもりはないわ。でもね、思ってしまうの。夢って一体何なのかしらね。風が冷たくなってきたわ。そろそろ帰りましょうか。はい。今日は付き合ってくれてありがとう、ソフィー。それじゃあね。レオンさん、なんだか元気なかったな。夢か、難しいな。頑張って補充したです。爆弾？ハートペンダント。この図鑑も随分書き込んだな。もうちょっとで全部埋まりそう。ソフィーがそれだけ調合をしたということですよ。ではレシピを見せてもらいましょう。何か思い出せた？ソフィー、あなたにとっていいことを思い出しました。知識の大釜の所在です。あ、本当なの？クラフト？はい、間違いありません。知識の大釜は英知の門と呼ばれる場所に安置してあります。英知の門、そこに行けば知識の大釜が手に入るんだね。知識の大釜さえあれば、もっともっとすごい錬金術が使えるようになって、ひょっとしたらプラフタの記憶を一気に取り戻せるかも。ソフィー、ですが今のままでは知識の大釜にたどり着くことはできません。なぜなら、英知の門へと至る道は鍵がなければ開かないようになっているのです。鍵？あれ？知識の大釜ってプラフタが作ったんでしょ？どうして鍵なんてかかってるの？知識の大釜さえあれば、誰しも容易に錬金術を行うことができるようになります。なので私は釜を使うにふさわしい人物が現れるまで知識の大釜を封じることにしたのです。そうだったんだ。
はい。しかし、どうやらその人物はついに私の目の前に現れたようです。ソフィー、あなたに鍵の製法をお教えしましょう。え、いいの？はい、あなたならば知識の大釜を有効に使ってくれると信じていますから。プラフターとはいえ、鍵を作るのは一筋縄ではいきませんよ。それでもよろしいですか？もちろん。そうですか。それでは製法をお伝えしましょう。おぼろ草の花弁に日輪の雫と久遠の流輪を加えること、これが構えと至る鍵、真理の鍵の製法です。うん、聞いたこともない素材ばっかりだ。だから一筋縄ではいかないと言ったでしょ。釜に至る最後の試験だと思ってください。うん、絶対作り上げてみせるから。あなたならできると信じていますよ、ソフィー。よし、まずは素材について調べないとね。いろんな人に聞いてみなくちゃ。よし、不思議のレシピ、調合レベルの発想、レベル45、賢者の石、売薬のもと、てかこっちも全然開いてないけど、なんか作ろうって思ってたような気がする。ゆらめく光か。ゆらめく光は確か、何を作ろうかな。どの材料を使おう。それじゃこれは、うん、いい感じ。いいね、いいね。うんうん、校長校長。うんうん、校長校長。それじゃ一気に仕上げ。どの特性を引き継ごう。これでいい。よし、どの材料を使おう。このかどの釜がいいかな。それじゃ始めよう。この材料。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。どの特性をつけようかな。こんな感じで、これで作って、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。材料はどれを選ぼうかな。
特性をつけようかな。こんな感じ、うん、これでバッチリ出来上がり。あ、ロジーさん。ソフィーか。こんなところで会うなんて珍しいな。そうですか？ロジーさんはお酒を飲みに来たんですか？いや、そういうわけじゃないが、俺はほとんど飲まないから酒の味はよくわからないよ。へえ、そうなんですね。客との付き合いでほんのたまに飲む程度さ。特別うまいと思ったこともないな。そっか、みんながみんな美味しいと思うわけじゃないんだな。そりゃそうだろう、人それぞれだよ。ソフィー、またお酒の話ですか？はい、ホルストさんはお酒を美味しいと思うんですよね？もちろんですよ。ですが、お酒は味だけじゃありませんからね。味以外に何があるんですか？そうですね、私の場合は楽しい気分になるというか、癒されますね。癒されるか。確かにホルストさんが悪酔いしているところは見たことがないな。酒場のマスターがお酒に負けるようでは話になりませんからね。ではごゆっくり。いらっしゃい。どの依頼？なんと結構いい感じの。ありがとうございます。いらっしゃ、どの噂。その噂でよろしいですか？ありがとう。いらっしゃ、それ最初行ってみますか。新しい場所も増えたし、ちょっと右上、左上。次はどこに行くの？ここは？光が違う。何が取れるかな？すごく嫌な予感がするよ。気をつけた方がいいかも。このワンコか？余裕そうね。さっさと終わらせましょう。沈黙の魔獣強いのかな。
具を使用します。スキアリー続きます。行くわよ。それ効きませんよ。もう終わりか。全然余裕。どこへ行くんだ。ここ行ってみますか。右上。よいしょ。余裕そうね。さっさと終わらせましょう。これでバッチリだよ。ラスト行きます。はーい、行くわよ。追撃します。簡単に勝てましたね。次もこの調子です。あ、粘土見つけた。粘土ってただこねてるだけでも楽しいよね。採取採取っと。高ランク素材が取れる場所みたいな感じかな。どこに行くのですか。暗い木材だね。組み合わせたらいろいろなものを作れそう。よいしょ。私がお相手しましょう。これを使おう。クラフト。どこにも逃げ場はないわよ。はーい、攻撃用の道具です。いいわよ。効きませんよ、効きませんよ。かわせるかも。いつも通りにやるか。楽しんでいきましょう。物足りないわね。次行きましょう。なんでここ通れないの？よいしょ。一生懸命戦うよ。これでいっけー。錬金術の力、味わいなさい。大丈夫よ。せい、行きましょう。えい、は、行きます。私から行かせてもらうわ。続けていくよ。出よ。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。
しょさいしょっと。ん、はい。と。一生懸命戦うよ。用の道具です。いいわよ。これを使おう。行きましょう。でよ。それ。そこ。攻撃します。失敗はありません。援護はよろしくね。はっ、攻撃に参加するよ。やってみましょう。体を動かす感覚、いいものですね。いや、開いてないな。植物だね。さて、どこに行こう。戻りましょう。どうしたのですか、ソフィー。ため息などついて。レオンさんのことだよ。レオン？レオンがどうかしたのですか？実は。なるほど、そんなことがあったのですか。うん、レオンさんなんだか元気ないみたいだから、どうにかできないかなって。そうですね、一つ考えがあります。本当？ねえねえ、どんなこと？彼女に贈り物をするというのはいかがでしょうか。私たちもレオンから服を贈られて嬉しかったでしょ。そのお返しの気持ちも込めて物を贈るのですよ。なるほど、贈り物か。うん、いいかも。でも何をプレゼントしようかな。お洋服はさすがに作れないし。どうせなら彼女に似合いそうなものがいいのではないでしょうか。レオンさんに似合いそうなもの。そうだ、アクセサリー。アクセサリーならきっとレオンさんにぴったりだよ。そうですね、悪くないと思います。あとはどんなアクセサリーを作るかだけど、それを決めるにはやらなきゃいけないことがあるよね。やらなければいけないことですか。うん、その人に一番似合うものを作るためには人となりを知らないとね。なるほど、彼女の言葉ですね。そう、だからまずはレオンさんのところに行って調べてこなきゃね。頑張ってよ。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。